こんにちは、ミッチーと元保護猫でうちの可愛い飼い猫のサツキです今ちょっとブラッシングを猛烈にせがまれていますので、ブラッシングをしながらの、このあれになりますけれども、今回はですね、郡上八幡にね、行ってきたんですけれども、メインはね、アルケミー辰巳蒸留所というね、ジンやね、アブ酸を作る蒸留所があるんですけども、そちらをね、訪れることが、一番の目的だったんですけども、紅葉の時期ということでね、郡上八幡城とかもね、回ってきたり、あとはね、本当に水の町と言われてるぐらいね、美しい郡上八幡の町並みなんですけども、そちらを巡った様子をお伝えしたいなと思っています。でね、まずはね、郡上八幡城のね、紅葉を見てきたんですけども、こちらね、天守閣をね、囲むようにこう真っ赤な紅葉があって、それがね、燃えているように見えることから、天守炎上と言われているんですけれども、そんなね、見事な紅葉を見てきまして、それからね、メインの辰巳蒸留所の、地獄谷の門出というね、イベントに行ってきたんですが、これがね、また本当に素晴らしいイベントで、このね、辰巳蒸留所なんですけども、2017年にね、代表の辰巳翔平さんが、たった一人で、立ち上げた蒸留所でして、でね、もう、本当にね、ジンもアブさんもね、カルト的な人気も誇るね、素晴らしい、お酒なんですけれども、本当にね、素晴らしい雰囲気で、ちょっとこうダークな感じのね、雰囲気もあったりとか。でね、PP クリスタルというね、グラスがね、のブースが2階にあったんですけども、そこの世界観がね、まためちゃくちゃすごくて、でね、様々な出店が出ていまして、食事も楽しめますし、スイーツも楽しめますし、ね、他の作家たちもね、様々な作品があったりとかして、でもね、そんな中でジンやアブさんやカクテル、ノンアルコールカクテルなどね、楽しめたんですけれども、本当にね、素晴らしいイベントだったんでね、この様子もぜひ知っていただきたいなと思うんですが、定期的にね、イベントをやっているということなのでね、本当にチェックしていただいて、参考にしていただければなと思うんですが、その後はね、郡上八幡の街を回りまして、で郡上八幡ビールコボコボというね、クラフトビールの醸造所が、町の中にあるんですけれども、そちらに行って、ね、美味しいビールも飲んで、でね、郡上名物のケイちゃんも食べて、大充実の、郡上八幡のこの秋の旅になりましたので、ぜひ最後までご覧になっていただいて、このね、一緒にこう旅した気分になっていただければなと思います。それではどうぞ。はい、それでは早速郡上八幡城の紅葉を見に行きたいと思います。 NHK の大河ドラマにもなった光明月次の主人公山内和豊と千代の銅像がありました。この千代が郡上八幡の出身ということで、この銅像が建てられているようです。天守に向かうまでの道中も美しい紅葉が彩りを与えていました。郡上八幡城の紅葉は天守を囲むように真っ赤に色づくことから、天守炎上と称されています。本当にその通りで、美しい紅葉が天守を包んでいるようで、素晴らしい風景を眺めることができます。鮮やかな紅葉越しに広がる郡上八幡の街並みもまた絶景です。いやー、天守と紅葉、絵になりますね。
もみじもですが、ドウダンツツジも美しく色づいていました。アルケミエ辰巳蒸留所に向かう途中にあった愛宕神社、通りすがりのおばあちゃんに教えてもらった雪虫という虫、初雪の降る少し前に出現することから冬の訪れを告げる風物詩になっているそう。アルケミエ辰巳蒸留所に到着、すでに大勢の人でにぎわっていました。で、こちらがメニュー、辰巳蒸留所の陣屋アブさん、虎ノ門蒸留所の陣屋アブさん、そしてカクテルやノンアルコールカクテルなど様々な種類のものを楽しむことができました。早速蒸留所に併設されている酒屋アブシンでお酒をいただきます。置かれているものや調度品もめっちゃ素敵。まずはアルケミエファーストエッセンス4周年記念陣からスタート。ハイセンスな PP クリスタルのグラスでいただきました。で、チェーサー代わりにカクテルを。このアルケミエ辰巳蒸留所は代表の辰巳翔平さんが2017年にたった一人で設立し、陣屋アブさんを作っている蒸留所です。辰巳蒸留所と書かれた蒸留器ポットスチールもかっこいいですね。蒸留所の2階は PP クリスタルのブースになっていました。こちらの雰囲気もめちゃくちゃかっこいい。この蒸留所にめちゃくちゃ合ってますね。この尖ったグラス、あんまりかっこいいんで買っちゃいました。アブさんを加水するときに使うアブさんファウンテンも超クール。2階からの眺めもまたいいですね。
この PP クリスタルのブースには遊べるものもたくさんあって、この檻も入ることができます。ってことで入ってみました。僕結構身長高いので入れるかどうかちょっと心配でしたが、なんとか入ることができてよかったです。そして檻の中で飲む酒がまた格別。閉じ込められて誰も出してくれなくて、いじけている図。爪のついたレザー手袋でも遊んでみちゃいました。もうあんまり楽しかったんで、バンバンジンもアブさんもカクテルも飲みまくっちゃいました。日本では明治時代まで用いられていた伝統的な蒸留法、兜釜蒸留器。ステンレス製の釜に杉で作られた樽と、その上に銅製の兜という冷却用水受けなどからなる原始的な製法で作られる蒸留器で、非常に手間と時間がかかるのですが、香味豊かで柔らかい味わいになる蒸留器です。ポストカードや T シャツなどのグッズも売られていました。アブさんファウンテンで加水。アブさんは水を加えて混ぜると白濁するので、ちょっぴりやらしいお酒でもあります。三重県伊勢市にあるフレンチレストランココピ山下のブース。美味しそうだったので鹿餃子と豚まんじゅうをアブさんと共に合わせて楽しみました。アブさん2杯を飲み比べ、グラスはもちろん PP クリスタル。辰巳翔平さんにズブロッカなどに使われるバイソングラスの匂いを嗅がせていただきました。ちゃんと桜餅の香りがします。この蒸留所周辺は湿度がめちゃめちゃ高くて、雨が降っていないのに地面が濡れていたり、あちこち濡れていたりと、これも驚きでした。
プチパリのスイーツブース。どれも美味しそうでしたが、やはりこの辰巳蒸留所の金木犀ジンを使ったマカロンが一番気になりました。ってことで金木犀ジンとともにいただきました。今回のこの辰巳蒸留所のイベント、地獄谷の門で素晴らしいイベントで大満足で蒸留所を後にしました。そして郡上八幡の町を散策。道中で見つけたハートの形をした葉っぱがめちゃくちゃ可愛くて、ついつい見とれてしまいました。さすが水の町、水車があっちこっちにあるんです。郡上八幡といえば食品サンプルの町。この食品サンプルの事業化に初めて成功した岩崎滝蔵の成果がこちらにあります。岩山の上にある白龍稲荷神社、とても変わった神社ですね。雪虫が僕の手の上にも止まってくれました。本当に雰囲気のある街だな、郡上八幡。大好きだわ。造り酒屋の平野本店、こちらも素晴らしい雰囲気。日本三大盆踊りの一つ、郡上踊りの舞台でもある郡上八幡。この郡上踊りね、めちゃくちゃ楽しいんですよ。ぜひね、一度参加してほしいなと思います。踊りもね、覚えやすいですし、もうね、誰でもここに来たら踊りたくなるようなね、本当に素晴らしい雰囲気を持っています。盆踊りなので誰でも参加することができます。食品サンプルの体験もできる工房、僕もやったことありますが結構楽しいですよ。とても風情のある谷中水の小道。クラフトビール醸造所、郡上八幡ビールコボコボに行ってみました。町屋の奥に進んでいくと醸造所とお店があります。地下に降りて醸造所をチラ見。
いろいろあってめっちゃ悩んだんですが、飲み比べセットからペールエールとリアルジンジャーとコーヒーエールをチョイス。風情のある中庭でいただきました。最後は末広で郡上名物のけいちゃん定食をいただきました。はい、というわけでこの郡上八幡のアルケミア辰巳蒸留所と郡上八幡城、そして郡上八幡ビールコボコボ、そして美しいね街並みの様子、いかがでしたでしょうか。本当にね、僕郡上八幡はね、毎年ね郡上踊りにもね参加させてもらってるんですけど、まあ、これはね誰でも参加できる盆踊りでして、本当にすごい楽しいね盆踊りでして、まあ、今でいう本当にクラブみたいな感じなんですけど、もう誰でもねこのここに来ると踊りたくなるような ね素晴らしい雰囲気の盆踊りなんでね、こちらもぜひ行ってほしいなと思うんですが、まあ、街並みも本当に素晴らしくて、でね、職員サンプルのね工房もたくさんありますし、見どころがね満載でね、まあ、郡上鮎とかね時期だったら食べれますし、けいちゃんも美味しいですし、もうね魅力的な街なのでね、ぜひ訪れていただけたらと思います。でね、僕ブログもやっていまして、ミッチーの王子と呼ばないというタイトルだったんですけども、こちらでもね YouTube でご紹介したところももちろんですが、ブログなどのことも書いていますので、合わせてご覧になっていただいて旅の参考にしていただけると嬉しく思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録のボタンをポチッと押していただけますと、僕のテンションが上がってやる気になりますので、ぜひ応援のほどよろしくお願いします。でね、本当に全国さまざまなところをね、こういう醸造所、蒸留所、名所、温泉、秘境巡っていますので、ぜひ他の動画もご覧ください。じゃあバイ。